狙ってない。ダメだよ、火遊びは。あれ、ニール、ミニ、ココ、あれ、行くよ、行くよ、行く、行くの？お散歩？行くの？行くの？お散歩行くの？あ、行こっか。はい、ということで2泊3日の旅、楽しかったですか？なんせ結構入ってましたよ、ちょっと。楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい。雑誌浜名湖です。こちらでした。本田さん、ありがとうございました。お世話になりました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。たくさん触らせていただいて、こちらこそありがとうございました。僕も触ってください。あ、入ってくるからすいません、獣でやっぱり笑い事らないといけないですね。マイシ君です。はい、ということで本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもぜひ遊びにいらしてください。2年連続来てます。夏休みはもうここ定番になっております、はい、ただもうすぐね、今度これが箱根にもできるそうなのでね、皆さんお楽しみにしてください。ペットを飼われてない方でも楽しめるんですけども、ペットを飼われてる方はより一層楽しめることになります。はい、ということでありがとうございました。いっぱい触ってもらいます。獣です。はい姉さんが呼んだら来るんじゃないですか。もやし、もやし、ジャンプした、ジャンプした、ジャンプした。怖い、怖い。Thank you.
味しそう。野球部見つけたら話したくなる体質なんです。野球部とソフトボール部レストラン行っても、はい、ソフトボール部出身の子がウェイトレスとかやってると、はい、一目で分かるんで、君ソフト部だったでしょって言ったら、はい、なんで分かりますかって、分かるよってなんでかは分からんけど今までなんで分かるんだけど、ここがソフトボール部が強かった。あ、なるほど。だからソフトボール部が知ってるから雰囲気というか。iPhone も iPad も喋りかけるとあいつら聞いてんだよ。すごいのが、前も言ったよね俺、NHK ののど自慢なんて見ることほとんどないのに、たまたま見た10分ぐらいつけてた時に学生服着た男の子が優勝したのよ、チャンピオンだった。別に何もこともなくやり過ごしたら、その日の夜 YouTube パッと開いたらその男の子出てきた。嘘でしょと思って、これ聞いてるしこの iPad と思って、びっくりしたっつうの。ただちょっともう帰るまで食べれる気力がないからいいや。なるほどね。